今日未明、久留米市の交差点で普通乗用車が中央分離帯の信号機に衝突し全焼する事故がありました。運転していた男性は命に別状はありません。警察と消防によりますと、午前3時前、久留米市松ヶ江町にある交差点で普通乗用車が中央分離帯にある信号に衝突する単独事故を起こしました。その後車から出火し、およそ40分後に消し止められましたが、車は全焼しました。現場に到着した警察官が運転していた29歳の男性を救出し、男性は病院に運ばれましたが意識はあり、命に別状はないということです。現場は国道264号と県道の交差点で見通しは良く、警察で事故の詳しい原因を調べています。この事故の影響で周辺の国道264号がおよそ1時間半通行止めになりました。